ホログラム。この何？後で説明するよ。ホログラム。ちょっと動画撮ってるから静かにしとけ。はい、皆さんこんばんは。ブレッドガンドッグです。今日はですね、なんとエイジーハンターズショップのサモさんが静岡清水に来てくれました。ありがとうございます。どうもです。はい、取材の途中ということでね、寄ってくれました。ありがたいです。ごちそう準備してるな。今日のごちそうはこんな感じです。まあ、清水の名物ってわけでも何もないんですけどね。いや、はい、明日静岡で美味しいものを食べてってください。そして今日なんとグチさんがおもてなしに参加してくれました。ありがとうございます。いや、どういたしまして。グチさん、今日のメニューは何でしょう。今日はですね、粗挽きウインナーと豚のあれですね、バーベキューですね。はい、分かりました。なんかもうちょっとかっこよく言ってほしかったな。なんか、いや、僕は今日はあれです、あれだもんで。ウインナー、炭火のウインナーいただきます。うまいですよ、炭火。やっぱね、やっぱり全然味が違いますね。フライパンで焼いてて、やっぱ炭で焼いた方がうまいですね、やっぱ。やっぱり。うん、うまい。定番でしょうね、ウインナーね。やっぱいいね。これちょっと斜めって言えばどうしてもこれ下ってっちゃうんだよね。ちょっともう一回裏返して。こちら肉もいただきます。鹿肉じゃないですよ。何回も言いますけど、鹿の生ではないです。特集してますからね。そう生食は絶対できないですね。クジラ、スーパーで売ってるクジラです。あ、鹿肉の方が良かったんですか。あんま、いや結構今生食をやめようって話をさ。あ、その生肉は怖い。なんかどっかで、体験の方が、あ、なんかちょっと微妙そうかなこれ。ちょっと軽く、ちょっと真ん中を切ってみるね、心配だから。大丈夫だよ。あ、まだ微妙。あら、大丈夫だよ、大丈夫。いや、いけんじゃないですか。うん、でこの辺がちょっと血だまりあるけどいい。大丈夫、大丈夫。血だまりぐらいはある。うん。じゃあ、いきますよ。でも、鹿の生肉ちゃいますよね。違います。くれぐれも。くれぐれも、あ、やっぱ。ちょっとダメです。ちょっとダメ。はい、残念。はいはい、あ、ダメだわ。ダメだ。豚ですよ。豚のが危ないと思うよ、鹿より。鹿より豚の方が。もうちょっと焼きましょう。はい、もう少し蒸らします。豚の方が危ないですね。うん、豚の方が危ない。豚はね、スピロヘータがあるからね。そう。ちょっと危ない。うん、すいません、お手数をおかけしますわ。バラバラじゃないですか。バラバラになっちゃって、今日は バラバラになっちゃって、うまそうではありますけど、ああ酔っ払ってもいない。あ、じゃあ座ってやるから悪いんだよね。座ってやってるから悪いんだよね、ちゃんと。これ座った方がいいと思う。座ってやるべきじゃないですか。胃に届かない。ああ、これ私の死んじゃう。今日はね、どう、うまくいかん。あえてない。かわいいでしょ、ね、このグッチのこのかわいさがなかなか人に伝わらないんですよ。これを伝えたらグッチのチャンネルは多分1000人登録すぐ行くと思うんですけ どもうちょっと出した方がいいんじゃないかなっていつも思うんだけど。そうです、ね、嫌がるんですよね、グッチ。なかなか伝わりづらいかもしれないね。でも、現場やからね。俺もオロチ言うみたくあれかな。やったら出してけえのかな。出すお手頃ばっか。いただきます。いただきます。紛れでも美味しい。美味しければいいんですよね。美味しいです。美味しい。美味しければいいですよ。要は美味しければいいね。ああ、もう真っ暗で火が見えない。腰も何も見えない。曇ってますよね。曇ってたから。